Bonjour! Online Fansugo Gakko Ensemble en Français 講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。ちょっとややこしい話をしているとき、つまりこういうことだよということってありますよ。このつまりという表現はフランス語でどのように言うでしょうか。 C'est-à-dire 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 例えばこういうふうに使いますよ。 Je dois travailler ce soir C'est-à-dire que je ne peux pas aller au cinéma avec toi. 私は今晩働かなければなりません。つまり、あなたと一緒に映画館に行くことができません。C'est triste, non? 寂しいですね。これ、全体で、つまり、だからね、という意味で、使いますよ。短く簡単でとってもよく使う用言ですので、まるっと覚えてしまいましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はエンサンブルのレッスンでお待ちしています。アビアントー。